タンク機関車のトーマスは毎晩文句を言っている。おかげで他の機関車は眠ることもできない。客車を押して歩くのはもううんざりだ。でも誰も相手にしなかった。トーマスはチビでおしゃべりなのだ。ある晩、エドワードが機関庫に戻ってきた。エドワードは親切なのでトーマスを気の毒に思っていた。明日僕は貨車を届ける仕事があるんだけど、もし君がやるなら代わりに僕が客車を押すよ。ありがとう、楽しみだろ。次の朝、エドワードとトーマスは機関士に仕事の交換を頼んだ。許しが出るとトーマスは大喜びで貨車を探しに出かけた。貨車は分からず屋でやかましい。仕事をそっちのけでおしゃべりばかりしている。それに親しくない機関車にはいたずらをするという悪い癖がある。エドワードはそれをよく知っているのでトーマスに気をつけるよう注意した。だけど興奮しているトーマスはそれどころではない。連結器がつながった。信号がつく。準備完了、出発。ところが貨車たちの準備ができていなかった。あ、待ってよトーマス、待てったら来いよ。さあ走れ走れ。わかったよ、騒ぐなよ。わかったってば。貨車たちは面白くない。トーマスはどんどんスピードを上げている。汽笛を鳴らしてトンネルを通過した。急げ急げ急げ。トーマスは嬉しくてたまらない。でも貨車たちはカンカンに怒っていた。トーマスのスピードが落ちた。前にゴードンが立ち往生したあの丘に近づいたのだ。頑張れよトーマス、落ち着いて。今度は下り坂だ。トーマスはブレーキをかけ始めた。止まるぞ止まるぞ。嫌だよ、止まるもんか。貨車たちはドシンドシンとぶつかり合った。進め進め。トーマスは貨車たちに押されて丘を下る。後ろで貨車たちがガタガタ揺れながら大笑いしている。トーマスは必死で止まろうとする。押すな押すなったら。でも貨車たちはお構いなしだ。行け、行くんだ。あ、駅だ、どうしよう。トーマスは駅を通過し待避線の方に入ってしまった。お願い止まってよ。目を開けてみると列車は車止めの前で止まっていた。誰かがやってきた。トップハムハット卿だ。トーマス、ここで何をやってるんだ。エドワードの貨車を運んできたんです。すごいスピードだったじゃないか。すみません、貨車に押されちゃったものですから。お前は貨車について勉強せんといかんな。 2,3 週間も行ったり来たりすればエドワードのように貨車のことがちゃんとわかるようになる。そうすればお前も一人前の機関車だ。